黒川道黒川道は高野七口に通じる高野三景道の一つで和歌山県橋本市伊都郡久戸山町伊都郡高野町にまたがる2016年10月24日に紀伊山地の霊場と三景道の一部として世界遺産に登録された2017年現在信仰の道として世界遺産に登録されているものは紀伊山地の霊場と三景道の他に スペインのサンティエゴでコンポステーラの巡礼路、イエスの生誕地、ベツレヘムの生誕教会と巡礼路がある。2019年10月、文化庁の歴史の道百選に追加選定された。木の川沿いの橋本起点に和歌山県北部とその周辺に位置する1000メートル級の山々の一つである高野山に通ずる道。長石道、黒川道、京大坂道、小平寺。 大峰堂、有田、竜神堂、愛の浦堂の七高野三景堂の一つ。2016年10月24日に、ユネスコの世界遺産に、紀伊産地の霊場と三景堂として追加された。この時女、神堂、兄弟坂道不動坂、三谷坂も同時に追加登録されている。定福寺五県、畑岩掛観音明神が、沢から笑谷下平橋。 一平河菅神社の桂ツラの気球小学校茶道跡から、粉道峠から、黒川口に人道跡間の約16キロメートル。橋本から高野山への近道とされ、山和国からの参詣人が多いことから、山和口とも呼ばれた。黒川道は、旧世紀に伝わった、神言密教と関わりがあり、人々の祈りの場として、多くの人が参詣道を登った。 新言衆を開いた工房大使の伝説も多く残っている。当時の様子を示す記録がほとんど確認されていないが、高野町湖道峠にある地蔵の名文から、二軒茶屋、保子など峠、千住院口という高野街道が室町時代中期に成立していたと推察できる。1594年、豊臣秀吉が高野三景の木とこの道を用いたという逸話が、 貴族風土記に残っている。黒川道は手しいので多くの三景客は西の兄弟坂道を利用し、この道は周辺の村々の産物を高野山に届ける雑字の彫りで使われたと見られている。また最短距離であることを利用して高野山三景後の下山路として機能していたとも考えられている。現在は見客者向きのハイキングコースとして豊かな自然を 楽しむことができる。沿道には、世界遺産を示す道標が低福寺前の一番から、小継峠の26番まで整備され、橋本駅から高野山奥の院まで登りは、徒歩で約7時間。高野町側の入り口は除人道と一体化しており、下山するときは注意が必要。また、携帯電話の電波が入らない場所もあるので注意が必要である。さらに、 高野山を挟んで、熊野山景道、小平寺を通じて、熊野本宮大社や熊野那智大社まで、紀伊山地の霊場と山景道を縦断する、長距離ルートとしても使える。黒川道と山口の紀伊清水から熊野那智大社まで、歩くと5泊6日程度かかる。ほぼ全域が、高野山長石道玉川京県立自然公園に、隣接している。 2017年10月22日の台風21号の影響により八部瀬区方イド付近で崩落、ワラン谷エリアで橋が流出する、等一部区間で通行止めとなっている。ワラン谷の通行止めは2018年3月28日に解除された。2018年9月4日の台風21号の影響により全面通行止めとなったが、 同年10月27日に解除された。帝福寺本堂宮谷大志堂五軒、破体和がかり、観音八伏瀬具法位のわらん谷の滝わ蘭ん谷の、赤石一平の桂の菊穂タワの石仏、久度山森の童話館小継峠小継地蔵。ありがとうございます。